ノースカロライナ急戦艦、ノースカロライナ急戦艦、ノースカロライナ急戦艦、ノースキャロライナ、クラスバトルシップは、アメリカ海軍がワシントン海軍軍縮条約委員を初めて建造した戦艦2隻の艦級。本級は、ド級戦艦フロリダ級の大艦として建造された艦である。アメリカ海軍初の高速戦艦で、ワシントン海軍軍縮条約の条約分けに伴い、 建造された。従来より、アメリカ海軍は、戦艦設計にあたり、伝統的に速力よりも、火力と防御力を重視しており、コロラド級が21ノットを発揮できたが、これは、艦隊速度よりも、海外の拠点へ向き航で、航行可能な航続性能に重点を置いたためである。しかし、海軍休日時代の技術発展により、 小型で高出力と高燃費を兼ね揃える機関を開発できたため、ノースカロライナ級は、機関出力を一挙に4倍に増強し、全時代の巡洋戦艦並みの速力28ノットを、試運転で発揮できた。また、手法配置は、ネバダ級からコロラド級に至るまで、前後の手法門数は均等に配置されていたが、本級から全部に2機。 後部に一機の門数比率は二対一となり、前方火力を重視している。外観上の特色としては、アメリカ戦艦の特徴として知られているカゴマスト型、前、帆柱から脱却して、上部構造物は二重防御式の円柱型艦橋を採用した。この円柱マストは、真珠湾攻撃で大損傷を負った旧式戦艦や、条約型戦艦にも、修理と並行して近代化改装し、 設置された。ノースカロライナ級の持つ弱点は、第二次ロンドン軍縮条約の影響によるものである。米英は、日本に対して建造中のポスト条約型戦艦の、主砲口径が16インチであるかどうか質問し、返答がなければ16インチと判断して、自国の戦艦も16インチ砲搭載とする、手はずであった。結果として、日本が返答しなかったため、 建造中であった14インチ4連装砲、搭載戦艦、ノースカロラナ9を、急遽16インチ3連装砲に換装した。もともと換装を想定した設計であり、かつ過去のコロラド9戦艦で、同様の換装は、経験済みであったので変更は容易であったが、施されている装甲は、対14インチ砲用のものであったため、16インチ砲での、砲撃戦には防御力が不足することになった。 なお、同時期に建造されていたイギリス海軍のキング・ジョージ5世は、4連装、連装砲塔の混載であり、建造準備がかなり進んでしまったため簡単に、設計変更が効かず、14インチ砲のままで忍んだ。しかし、日本が、米英の質問を無視して建造した戦艦の手法は16インチどころか、さらに強大な18インチ、46センチイコール、ヤマト型であった。 本級の手法は、第二次ロンドン軍縮会議で手法の口径は14インチ法とすることがほぼ確定しており、本級も35.6センチメートル法、搭載艦として、砲塔の設計が開始されていた。問題は、砲塔の数で従来艦のように砲塔の数を全級よりも1機、少ない3機としていたことである。戦艦設計のセオリーでは、 手法の門数は全球よりも少ないことは火力的に好ましくないとされてたため仮に3連装砲塔ならば3期で9問となり25%の減少となってしまう恐れがあった。しかしアメリカ設計陣にはそれを解決するアイディアがあった。それこそが4連装砲塔である。これを搭載するならば4連装砲3期で門数12問を達成することができ。 旧式戦艦と比べて火力は同等である。アメリカ海軍には、本級の設計以前にも一つの砲塔に四門の方針を収めるアイディアがあり、それは、全土旧戦艦時代において、キアサージ旧戦艦とバージニア旧戦艦で採用されていた。これらは、主砲塔の上に副砲塔を配置するというアイディアで、主砲二門と副砲二門で合計四門という擬似的なものであった。 物の砲刀数を減らして、その分を防御重量に回すことができるという意欲的な発想であった。しかし発想は良かったものの、手法と副法の爆風が相互に干渉し合って悪影響を与えるという点においてあまり成功した形式ではなかった。しかし、その後は手法塔自体を多連装化する時代に入り、1910年代後半には、 フランス海軍がちょうど旧戦艦ノルマンディ級において一つの砲塔に主砲針を4門搭載する4連装砲塔を列強を先駆けて開発した。ノルマンディ級は第一次世界大戦の勃発により完成しなかったものの同海軍では設計を煮詰めて1931年に寄港されたダンケルク級において実際に搭載することが表された。また、 ノルマンディ級の四連装砲塔は、列強海軍の各国で、主砲塔開発に波紋を呼び、新戦艦に取り入れた国の一つがアメリカである。本級において、アメリカ海軍では、再び四連装砲塔の開発に着手することとなった。砲塔の基本形式は旧式戦艦のそれを踏襲し、固定各装点方式で、行革ごとに改められた。 各方針は個別に不良可能であり、通常使用時はクラッチで接続して連動して上下することもできるのは旧式戦艦と同様である。主方針はテネシー旧戦艦で搭載されたマーク 1135.6cm 砲を改良したマーク B35.6cm 砲を採用している。重量 680kg の AP マーク16。 砲弾を最大行角30度で射距離33,650メートルまで届かせることができる性能であった。射程18,000メートル以内で原則走行349ミ、mm、リメートルを射程32,000メートル以上で甲板走行177ミ、mm、リメートルを抜く能力があったと記録に残っている。発射速度は毎分2発、行角は30度、深く5度で、 動力は電動であった。しかし、前述の通りボン級の主砲口径は16インチへと変更され、この砲塔設計は日の目を見なかった。建造途中に、主砲塔は 35.6cm4、連装砲塔から 40.6cm3、連装砲塔へと変更された。主砲心は、新設計のマークンチメートル砲を採用し、主砲塔形式は、 連想法から3連想法へと変更され、その性能は全球の重量 1016kg よりも 209kg も、重い重量 1225kg の AP マーク8砲弾を最大行四45度で射距離33,741メートルまで、重量 861.8kg の HC マーク13砲弾を最大行四45度で、 車距離36,741メートル届かせることができる性能であった。AP マーク八8砲弾は、射程18,288メートルで、原速走行448ミリメートルを、射程27,432メートルで、甲板走行194ミリメートル、射程32,004メートルで、甲板走行268ミリメートルを抜く能力があり、 35.6cm 砲と比べて手砲網数こそ減少したものの威力は桁違いとなった。行角は45度、深く2度で動力は電動のままであった。アメリカ海軍戦艦の副砲は土球戦艦フロリダ級からちょうど球戦艦コロラド級に至るまでマークス7から9、14、15、12.7cm 速射砲を採用しており、 また、広角砲は、マークス10、11、13、17、12.7センチメートル広角砲を採用していた。しかし、本級から、アメリカ海軍は船体を小型化するために副砲と広角砲の役割を一元化して、武装重量を減ら試みを取った。発想のアイディア的に本級の設計検討中に、フランスのダンケルク級で、 両用法を列強に先駆けて採用しており、地上の空論に終わらない、発展性もあった。本級以前のアメリカ戦艦では、主砲等間に挟まれた戦隊中央部の広い範囲に、ケースメイト配置で副砲を配置し、その空いた場所に、広角砲を設置するのが、列強海軍では普通であったが、この場合は、副砲は、広い社会を有するものの、 広角砲は、環境や煙突など上部構造物に異を阻まれ、効果的な対空射撃を行えない恐れがあった。そこで副砲に、広角砲の役割を兼任させて解決させようと、試みたのである。新設計の療養砲として、マーク 1212.7cm38、後継療養砲を採用した。この砲は、発射速度は、毎分12から15発。 行角は85度、深く15度と広範囲に施行できた。最大射程は重量 25kg の砲弾を行角45度で射距離 15,903m、最大行角で高度 11,887m まで届かせることができる優秀砲である。なお、この砲は厳密に言えば砲塔ではなく、 連装式の砲画の上に、大気管砲弾防御の 45mm 走行で、できたカバーを被せているだけである。また、複砲の方針が38口径と既存の51口径よりも短く感じるが、これは当時のモーターの性能では、装甲を施した砲塔に長方針の大砲を乗せて、戦闘機を追従できる高出力のものを開発するのが困難であったことが、理由の一つで、 意図的に方針を短く設計していた。なお、本級と同じく療養法を採用した、イギリスのキング・ジョージ5請求では50後継という、超方針法を搭載しているが、対空戦闘において、療養法の旋回能力の不足が指摘されており、本級は、副法としての性能よりも広角法としての使い、合手を優先したと言える。これを日本煙突の両脇に内側に三機、 外側に2機の片面5機の計10機を搭載した。この配置により、前後方向に最大8門、左右方向に最大10門が試行でき、対空火力で見れば、同排水量クラスでは最大と言えるもので、後継艦もこの配置を採用しているので一つの完成型と言える。他に、対空火器として、マークに2 8ト、mm、ル4連装機関砲を4機、 近接対空防御用に 12.7mm 単装機銃を12丁装備していた。さらに1942年にエリコン 20mm 機銃と 12.7mm 機銃の追加装備が行われたが、第二次世界大戦当時には 28mm 機関砲は球体化していたため、スウェーデンの防砲ーー射精 40mm56 後継機関砲への更新が行われた。 この 40mm4 連装機関砲を10機搭載したが、さらに15機にまで増強された。本級は当初は、巡洋戦艦並みの速力30ノット以上が、接望されたが、設計段階で、手砲等の乾燥や防御力の強化等で機関に当てられる重量が制限されたため、速力27ノットの戦艦として設定された。それでも、限られた。 機関重量で要求性能を満たすために積極的に新技術を投入した。本級の機関は駆逐管用として開発されたものをさらに改良したもので575プシー蒸気圧力 40.42kg 平方センチメートル蒸気温度下し850度という高熱蒸気を用いるバブコックウィルコス式高温高圧管でこれを8機搭載した。 これに新開発の2段階減速ギアを持つ g e 製ギアードタービンと組み合わせた。他国では信頼性を考えて一段減速ギアードタービンを採用していたが、アメリカ海軍では意欲的な新技術を採用した。その実力は大やけ身において、機関出力100%で最大出力12万1000馬力を発揮し、 燃料消費量から15ノットで17,450回りを航行できると計算された。試運転では28ノットまで可能だったが、対空兵装などの装備増設で排水量が増加し、1945年には26.8ノットで低下し、燃料消費量から15ノットで16,320回り、25ノットで5,740回りとなった。 全出力と満載の時26.4ノットは良好とみなされた。機関配置はボイラー缶2機とギアードタービン1機を1セットとして並列に4セット並べられ1セットごとにボイラー缶とタービンの順番が前後に入れ替わるシフト配置を採用している。この配置方式は日独戦艦で用いられた全完全機配置と比べ機関室が 複雑化するが被害時の機関の生存性能が段違いに高い利点があった。終戦後、速力を31ノットに強化する案もあったが、高費用なために取り消された。本級の垂直防御は15度傾斜させた 305mm で、対 35.6cm 砲弾の場合では、理論上17,400から 27,400m の広範囲で耐え売ると、 判断されている。また、対40.6センチメートル砲弾への防御では、安全距離は2万から2万5000メートルと一挙に、安全距離が狭まってしまうが、元が35.6センチメートル砲戦艦であった。ために致し方ないものであった。当初のオスカロライナ級は、主力戦艦として考えられたが、大部分の作戦行動は後継に建造された、サウスダコタ級やアイオワ級とともに、 高速航空母艦を主力とした、機動部隊の護衛として運された。当初やや上場と見られた船体は、結果的に、対空火器の増備に適し、その意味では還元された。ノースカロライナ級の完備は、船体抵抗の減少などを目的として、ツインスケグと呼ばれる形状をしていたが、高速航行時には、これが原因と見られる振動が発生した。 振動の影響を軽減するため対策が行われある程度は改善したが完全には解決しなかった。ノースカロライナはその名前の由来であるノースカロライナ州の博物館に変わったがワシントンは第二次世界大戦が終結した後解体処分された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。